そうだあと一個すげえ話があって、ガーシーさんからも連絡があって、えー、この件はどうしても許せんと、ほんまに許せんから取り上げてくれないかって言われて、えー、僕その時は全然あんま内容わかんなくて、ガーシーさんのインスタに出てるいろんなものを見たんですけど、名前言っちゃうとそのマウスコンピューターっていう会社の、まあ、高島さんっていう会社の社長さんがいるんですよ。まあ、上場企業の社長さんです。超社会的チームもあって、時価総額でもう1000億いかないぐらいあったはずなんで、かなり大きな会社なんですけど、えー、その会社の社長さんが、ね、当時付き合っていた女性に、 えー、暴言そして暴力を、えー、振るっていたっていうことでガーシーさんのインスタ見てほしいんですけど暴力を振るわれて顔がすごいあざになっているような写真だったりとか。 えー、恫喝されてるような、お前何やってんじゃこらみたいな、すごい恫喝されてるような音声がね、えー、上がってます。もう別れる時にね、えっ、ー、と、八百万かな、一千万円って言ったかな、えー。なんか犬を飼ってたみたいで、百万円だから、二百万円。する犬だったらしいんで、最後そのお金だけ引かれたらしいんで、九百万だ、か八百万もらって。えー、一応ね、えー、わく、示談はしてるらしいんですけど。まあ、それでもちょっと許せないっていうことで。えっ、ー、と、その示談書に、え、抵しない範囲で、告発するってことで、川尻さんの告発がありました。はい、で、僕、実は、このマウスコンピューターのね、高島さんって。 あったことがあって、数年前ぐらいに六本木で飲み会やってるときに家に行ったことがあるんですよ。で、この家すごくて屋上にジャグジーがあったりとか、えー、と家の中にカウンターがあってお寿司屋さんがあったりとか、めちゃくちゃすごい家だったんですよね。あの僕は全然その悪い印象はないんですけど、まあ当時からなんかすごいお酒列が回らないところがあったりとか、まあ変わった人だなと思ってたんですけど、今回ガーシーさんのやつを見てね、上場企業の社長という立場でそういうことをしたらね、僕はダメなんじゃないかなって正直思いました。高島さんに何の恨みはないし、今。 やっぱり実業家ってやっぱりですよでもやっぱりお金の力でねそうやっていろんな女の子と遊ぶのはいいけどねそのボール狂ったりとか、ね、口止めに800万で1000万近くのお金に口止めしてみたりとかそうやってさなんかいいなって思う。 若い人たちがそういうのを見るからあ会社経営者ってろくでもねえなとか金持ちクソだなと思うわけですよ。と、ガーシーさんのイン,インスタグラムの投稿に載ってますんで、えー、見てほしいんですけど、うん、まあ本当、大した内容じゃなかったら全然取り上げるつもりはなかったんですけど、さすがにあれはちょっとひどいなと。 ちょっと女性もかわいそうだなと思ったんで、これ話題させてもらいました。えー、合意破る女もどうかと思うがって声はあるんですけど、そういった暴力された事実とかを、まあ、公にしないっていうのを合意書をまいたわけじゃないらしいんですよ。やっぱりその、まあ、インスタ見てもらえたらわかるんですけど、まあ、すげえあざになってて、ま、さすがにね、さすがに自分が愛してた人、自分が好きな人に対してやることじゃないんじゃないかなと正直思っちゃいましたね。ということですね。うん。まあ、あのー、女性は抱きしめるものまあ僕そんなかっこいい言葉で言うつもりはないんですけど、ちょっとひどいですね。<laughs> うん。だから今、エヴンスコンピューターの株価もすごく下がってて、警察が動くのか分かんないんですけど、今まで金と権力で、うやむやにできてたことが、どん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 、明るみになっていくんじゃないかなって思いますよ。もちろん自分もね、気をつけないといけないし、はい、僕はそういうことだし、基本的にしないんでね、<laughs> いいんですけど、はい。と思いました。はい。人間怖いって、人間は怖いもんですよ、はい。